感染者の数が徐々に増えてきたフランスですが、マスクをしている人はほとんどいません。こちらの検査場でも検査をしている人の姿はほとんど見られません。先月以降、新規感染者が増え、20万人を超える日もありました。今も7万人ほどが感染していますが、街の人はコロナなどなかったかのように暮らしています。セーヌ川を行くクルーズ船も観光客でいっぱい。マスクをつける人の姿は見られません。そんなフランスで大盛況のイベントが、ヨーロッパ最大級の日本文化の祭典。広大な会場が人で埋め尽くされています。アニメのキャラクターのフィギュアを皆さん熱心に見つめ、次々と購入していきます。今にも戦い出しそうなコスプレをしている人もいました。このイベントを2年前から待っていたんです。とても幸せです。イベントは3年ぶりの開催。それも人々が熱狂する一因のようです。音楽ライブでは声援も。会場は過熱する一方です。こちらイートインコーナーなんですけれども、すごい人です。右手にはですね、たこ焼きとかラーメン、唐揚げなんかがありまして、左側の行列はですね、こちらおにぎりですね。おにぎりのコーナーに大行列できています。渡航が難しい時代となったこともあり、普段口にしない日本の味にも興味津々。笑顔もこぼれ、もはやコロナの感染拡大はどこ吹く風といった様子です。